リリー&スールの材料、窯の中に放り投げちゃって。はーい。もしですか。ほら、お客様ですよ、お客様。お茶なり、お菓子なり、とにかくもてなしてください。ああ、はいはい、今仕事で忙しいの。ちょ、扱いが雑すぎます。ごめんね、ルーちゃん。もう少しで終わるはずだから。
少しで終わるはずだからって。実は3回く…ルーシャがうろちょろしてるのが悪いんだよ。気が散って集中できないんだもん。まさかの責任転換。さすが。構え、私のことを構ってください。ねえねえ、構って。もうダメだって。このお仕事今日中に終わらせなくちゃいけないの。そうそう、ルーサより仕事が優先です。そこでおとなしくしててください。くそ、わかります。ちょっとルーちゃん、いきなり泣き出すとは。さすが泣き虫ルーちゃん。うん、ちょっと、でも仕事を終わらせなきゃいけない。うん、そうだね。どんな触媒入れればいいかな。さて、どいつから調合してやろうか。こんな感じ。調合
あ、ルーシャ。こりゃまた間が悪い。ごめんね。私たち今日もお仕事で。そんなことは織り込み済みです。前回さあこれをご覧なさい。それは選び抜いた材料を、まさにお菓子呼ぶお菓子。どうです、美味しそうでしょう。このお菓子、お菓子を取るか仕事。お菓子。そりゃそうだよ、お菓子と恋バナの魅力。それにお仕事もほぼ終わったような。少し厳禁すぎる気もしますが、喜んでくれたならよしとしましょう。ところで私はお客様ですよ。それ相応のもて。あ、そうだった、ルーちゃんが来た時のために。はい、これ近所の。うん、昔から。まあ人の好みにケチをつける。そうだね。それじゃ、どこ行く、どこ行く。別に幽霊なんて怖くねえぜ。やっぱせい。ほら、いいものめー。
許せる。おっ、思いっきり、俺が代わりに、気は乗らねえがぶっ倒す。これで安心です。ほりゃほりゃ、ひらめいた。俺とお前でマティアスなんてな。ああ、今のは滑ったね。マティア滑った。できた、粘土のリリー。あ、どうして握りつぶすの。キック、ほら、キノコは注意。前庭に生えてたキノコ食べたら地獄見たから。
ここだ
気がないってことあるでしょ。お水って錬金術で。うむうむ。スーちゃんのバカ。もうデリカシーのないスーちゃん大っ嫌い。ふん。怒らせてはいけない人に火をつけてしまった。かく。中和剤を間違えなくなったし、慌てて釜をひっくり返すこと。言われてみればと。火加減を間違えて釜を焦がさなくなったし、何よりフラスコを割らなく。そうだね。さあスーちゃん。おう目指せ。二人とも。こんな時間。スーちゃん、このままじゃダメだと思う。だから無職じゃねえってば。騎士団の遊撃部隊だから。本当に非番なんですか。あ、もうどうしてリリ。まあそれはいろいろあるから諦めて。で、どうしたの。アトリエに来るなんて珍しいじゃん。ああ、
実は錬金術に興味があってな、二人に見せてもらおうと。ああ、そういうこと。よし、じゃあリリーは調合お願い。はい。ですね、まず。ああ、錬金釜って本当に釜なんだな。これから物が出て私も最初はそう思った。煙が出てくると。え、いや違うんです。いやー、足にかかった。ちょっとスーちゃん大丈夫？はい、というわけで以上が調合となります。引き続きお茶の方を入れさせていただきます。二人揃って一人前。さて、何を作りますか。どんな触媒入れればいいかな。
触媒入れればいいかな。さて、どいつから調合してやろうか。触媒。
お、頼む。さて、何を作りますか。どんな触媒入れればいいかな。材料選択は目が命。本当にこれでいいん。最高だお前たち。うずく、俺の創作魂がうずいているぞ。よし、完成だ。見てわからないか。いや、それはわかってるよ。ど？はあ？お前たちが望んだんじゃないか。うん、バッチリ理解した。材料集めは。なんだ、もっと違うものを期待してたのか。うっさいバカ親父。まあなんだ、せっかく作ったわけだし、このコンテナは見てみろ、こんなにたくさん。こんなにいらないよ。お部屋が狭くなるから一つ残して。頑張っ。どれ作ろっかな。
行く、どこ行く？おお、ちょっとまたですか、ハゲルさん。そこまで。ああ、ジョーちゃんたちが持ってるもん、それを使えば。武器を。ああ。マチのラン、改造失敗するなんてヘマは。どこ行く、どこ行く？木材として使う。
し。これなんて名前だっけ。ちょう。ほら。せいや。気は乗らねえがぶっ倒す。守ってみせる。来た来た、天才的な考え。気は乗らねえがぶっ倒す。相手してやるよ。かっこよくなっちまったな。あ、ビビッときた。羽目のものウェルカム。せいや。
気は乗らねえがぶっ倒す。Yeah.
触媒入れればいいかな。作ろっかな。どんな触媒入れればいいかな。さて、どいつから調合してやろうか。この調合なくて、魚を食べるために釣り糸を垂らしつつついたあだ名がメルベイユ。釣り竿を七に入れちゃったからずいぶん長いこと釣りはしてないけど、あの頃磨いた。
このチョウが始めるよ。あ、素敵な反応、いい予感がビンビンだね。お、いいんじゃない、いい予感がビンビンだね。これだ、これでぐる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 、ひとまず終わり。これでいい？調合始める、ここだ。お、いいじゃない、これぐる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 、ひとまず終わり。どんな特性残そうかな。
よっこらせい。あ、思いついた。私にだってできるもん。
リリー、重くないか？荷物持ってやってもいいぜ。マティアスだったら女の子にすぐそういうこと。Thank you.
それと。よしよし。それで参考書はどうだった？はい、とっても。絵とか図とかもいっぱい載ってて、私、さすが師匠が持ってきた参考書。こんなすごい本、どこにも売ってないわよ。だって、あた、え、お手製なんですか？師匠って。褒めるとこ、そこなの？まあいいけど、私が昔使ってた参考書って、難しかったのよ。だから、もし弟子ができたら、手作りのさ、私が悩んだ場所とか、引っかかったポイントも書いてあるから。確かに。これ、大事にしますね。そこまではしなくていい。まあ、その本片手に頑張りなさい。手間をかけた意味が。はい。ついでに読書感想文もつけますか？私張り切って書いちゃいますよ。いや、目的地は気の向くままに。新しいもんを仕入れてみたぜ。金だな、こいつをつく。あ、せっかく、そうだね。別に見るのは構わねえが。よし。何これ、頭がツルツル。誰がハゲた、こら。今言っただろ、こら。ハゲルさん。さあ、その通りだ。こないだは理解してないって言われたような。実はな、ちょっと前から店の宣伝を兼ねて俺の像をいろんなとこに。だが最近ちょっと評判になりすぎちまってな。誰の頭が神々しいだ、こら。まあ有名になるのは歓迎なんだが。め、というわけで象の小型化を試してみたんだ。その成果が。はあ、健全とはほど遠い気がするけど。ズバリ鑑賞用だ。寝室でもリビングでも存在感どころか、やつ感。ははは、やつ感結構じゃね。よし、おし。どうしようこれ。適当に錬金釜にでも放り込むか。どの武器を改造するんだ。つけるパーツを選んでくんな。
つけるパーツを選んでくんな。どの武器を改造する？つけるパーツを選んでくんな。つけるパーツを選んでくんな。どの武器を改造するんだ？つけるパーツを選んでくんな。つけるパーツを選んでくんな。どの特性をつける？これでいいんだな。完成だぜ。ほら、受け取りな。武器を作るのか、防具を作るのか、どれがいいんだ？材料を選んでくんな。この材料で、よし、完成だぜ。ほら、受け取りな。材料を選んでくんな。この材料でいい。どの特性をつけるんだ？この材料でいい。どの特性をつけるんだ？これでいい。よし、完成だぜ。ほら、受け取りな。入れればいいかな。さて、どいつから調合してやろうか。これでいい？レッツ調合。まだまだな。気を抜かずに、ぐる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 。
特性はどれがいいかな。こんなか、これにて完成。どんな触媒入れればいいかな。材料選択は目が命。これでいい？調合始めるよ。おーいっと。こんなぐる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 。とりあえずは意味、どんな特性残そうかな。うむ、スーちゃん会心だ。触媒入れればいいかな。材料選択は目が命。これで平気？はい、シスター。ありがとうございます。そうですか。なん…はい、回を経るごとに、さ、いかに参加し…いや…あれ、そういえばお楽しみ会って、お祈りに来る人…あ、確かにだいぶ前そんなこと言ってた。参加者のほとんどは教会をただの…こういうの、なん…あ、いいのです。大勢の人が楽しんでくれるのであれば。うん、おまかし…おまかした。それでは、私は準備があるので、これで…
行く、どこ行く？どこ行く？はいはい、俺サボります。日向ぼっこしていきます。それじゃ出かけましょう。うん、なになに？気は乗らねえがぶっ倒す。思い切り。でい。楽勝だな。おととい来やがれ。
の巣にしてやる。守ってみせる。私にだってできるもん。えい、うん、でい、は、楽勝だな。おととい来やがれ。うー、暗いな。落とし物には気をつけなくちゃ。私にだってできるもん。せい、うん、っ、守ってみせる。さてさて、どこに行きますか。いやー、虫ー、だから森って嫌いなの。キック、スーちゃんの独断じゃん。思いっきり、はっ、でい、俺が代わりに。楽勝だな。
おととい来やがれ。全てまた。魔物が出るとこは勘弁な。さあ行こう。助かりました。真剣勝負の時間だぞ。綺麗に釣れたな。満足満足。さあ魚たち、真剣勝負の時間だぞ。くぅ、私の負けか。さあ魚たち、真剣勝負の時間だぞ。どこに行こうかな。
命。
れでいい？レッツチャゴー！ここだー！お、素敵なハート！これだ！こんな…よし！とりあえずはいいみたい。どんな特性残そうかな。気は乗らねえがぶっ倒す。守ってみせる。楽勝すぎてあくびが出ちゃうよーと。あちょー、相手してやるよ。相手してやるよ。ペイ！ポン！泣き性すぎてあくびが出ちゃうよーと。キック！蜂の巣にしてやる。ハッ！守ってみせる。相手してやるよ。デイ！デイ！楽勝だな。おととい来やがれ。それじゃ出かけましょう。ふーむ、なになに？晴れてるのに雨が降ってる。面白いの。無理、蜂の巣は無理。この六角形が生理的に無理。あちょー、スーちゃんの爆弾ちゃん。ペイ！俺が代わりに。デイ！
ってできるもん。せい！気は乗らねえがぶっ倒す。思い切り。おっ。楽勝だな。おととい来やがれ。気は乗らねえがぶっ倒す。相手してやるよ。思い切り。楽勝すぎてあくびが出ちゃうよーと。蜂の巣にしてやる。楽勝すぎてあくびが出ちゃうよーと。金目のものをウェルカム。つけないぜ。二人にいじめられる。精一杯頑張ります。俺が代わりに。
かな。どんな触媒入れる。さあ行こう。スケジュール確認。右よし、左よし、俺様かっこいいよし、なんてな。相手してやるよ。してやるよ。もう怒ったんだから。でい。負けないぞ。でい。こんなもんだろう。さらにかっこよくなっちまった。
相手してやるよ。
もらうぜ。
れで。
これでいいです。ごめんなさい。これで、ま、ごめん、ま、お出かけ、お出かけ。いらっしゃい双子ちゃん。はい、これ忘れないうちに。次。ありがとうございます。後でしっかり読んでおきます。ええ、でも今日二人をここに呼んだのは、なんと新しい不思議な絵が手に入ったのよ。約束通りランクが上がったら調査をお願いするわね。それもランクが上がってのお楽しみ。ぜー。ところで前から不思議な絵ってどうやって集めてるんですか？そんなわけないじゃない。不思議な絵の存在はここ数年で急に知られてきてるね。中には国宝クラスのものもあったりして、予算を取るのが大変な。まあそれだけの価値があるって信じてる。国宝クラス？ほう、ミレイユさんってすごくなんてないわよ。これでも、あ、またまた。いやいや、冗談なんかじゃないわよ。私のフルネームはミレイ。これでもアダレット王国の第一王女なの。うん、なあ、もうよしてちょうだい。王女だろうがなんだろうが、これまで通りに可愛く陽気なミレイユさんってよ。バカ。それでいいわ。じゃあ双子ちゃん、私の野望がまた一つ、一歩前進だね。私の野望がまた一つ。また。
よく気づいたわね。そこが不思議な絵の不思議な絵って絵柄が変わることがあるらしいの。噂に。そうなんだ。ええ、改めて言ってみたら何か変化が。お邪魔し、お、ルーちゃん、わかった。遊びに来たんでしょ。いえ、そういうわけではありません。アトリエ・ボルテールの主として、私は、あ、お、ちょっと待てよ。ごにょごにょ。いきなりすぎてわけわからん。気を引き締めていこう。うん。それなら大歓迎だわ。お仕事といえばミレイユさんってすごいで、事務仕事にはちょっと自信があるのよね。だ、おお、うんうん。あ、あれ、顔ないで。え？それ以上褒めないで。こ
子供の頃から大人の世界で生きてきたから、仕事はしっかりこ…あー意外だ。そうですよ、スラッタして。お、ちょ、二人ともやめて、やめてったら。何やってんだあいつら。一歩前進だね。どこに行こうかな。そうでしょう、そうでしょう。二人に今から抜き打ちの課題を出すわ。抜き打ち？ふーんだ、前に私のこと、三…ブーブー、横暴だ、公私混同だ。何のことかしら。私はただ…ぐぬぬ、まったく手ご…相手が悪いよ、諦めよ。ズバリゼッテルを作ってくることよ。うん、思ったよりしっかりした課題だ。ラン お出かけ、お出かけ。やるべきことは